役員連絡会の概要について私の方から報告をさせていただきます。まず茂木幹事長からは、昨日東日本大震災から13年を迎えました。我が党はこれまで政府とも緊密に連携し、生活や生業を取り戻すための様々な取り組みを進めてきました。今後も被災者にしっかりと寄り添いながら復興創生に全力で取り組んでまいります。先週7日木曜日に政治刷新本部を開催し、政治刷新本部の中間取りまとめに沿って党の規定違反行為に対する説明責任の明確化、逮捕・起訴などに至った議員への処分規定の厳格化などについて、党則改正、党規律規約の改正、ガバナンスコードの改定の各案を討議いたしました。本部長一任となった各案について刷新本部における意見などを踏まえて修正を行い、それぞれ党内手続きを進めていきます。なお党則の改正案は総務会の了承を得た上で党大会において議決事案件として正式決定いたします。一方、党規律規約の改正案は党規委員会の議を経た上で総務会で決定します。またガバナンスコードについても党改革実行本部より上程した改正案を総務会で決定します。今後も普段の改革努力を重ねる中で党規律規約、ガバナンスコードについて年に一度の党大会を待つことなく必要に応じて改正改定の検討を行っていきたいと考えています。いよいよ党大会まで5日となりました。国民から我が党に厳しい目が向けられる中、全国の党員党友の結束を高め、党改革そしてさまざまな政策課題に一丸となって取り組む強い決意を示す党大会にしたいと思います。役員閣議のご協力よろしくお願いいたします。浜田国対委員長からは、本日13時の本会議で水素社会推進法と二酸化炭素貯留事業法の趣旨説明質疑を行う、所要は1時間10分程度が見込まれる。今国会の本会議趣旨説明の登壇回数は18回、総理出席の重要公判議案は経済安保関連法2件、子ども子育て支援法、入管法2件、食料農業農村基本法となる。各委員会は参議院の状況を見ながら大臣所信と質疑を行い、法案審査の体制を整えつつある。まずは引き入れ法案と引き入れ扱い法案を年度内に確実に成立させるように取り組んでいく。石井参議院国対委員長からは、本日予算委員会は9時から開会しており、令和6年度総予算について公聴会を行っている。先週7日木曜日に大臣所信を聴取した。内閣総務財政金融外交防衛の4委員会は所信に対する質疑を行い、うち財政金融委員会は質疑後に所得税法の税法案の趣旨説明を行う予定。他の7上院委員会、常任委員会は見せ開き大臣所信を行う予定。政治倫理審査会は本日11時の移行確認の締め切りを受け、国対環境にそして幹事懇を行い、国対委員長会談において今後の予算委員会の日程について協議を行う。明日13日水曜日、本会議において現在議運理事会理事会において協議を行っているが、地方税関係法案の登壇を行う予定。そして午後からは予算委員会において2回目の集中審議を4時間コースで行う予定。タイトな国会日程になるが、衆議院と連携を密にし臨んでまいる。関口参議院会長からは、先週から参議院で来年度予算案の審議が始まり、8日金曜日は政治倫理審査会も開かれた。厳しい国会日程の中、一日も早い予算の成立を目指し、より一層衆議院と緊密に連携して全力で取り組んでまいるので、よろしくお願いをする。
松山参議院幹事長からは、来年度予算案は国対や予員会の現場に大変なご苦労をいただき、審議時間を積み重ねているところ、また本日は各委員会でのいわゆる見せびらきが行われているが、依然として厳しい日程が続いている。引き続き予算の早期成立に向けて総力を挙げて取り組んでまいるのでよろしくお願いする。衆議院島根1区補欠選挙と熊本県知事選挙について、比例代表議員と参議院中国ブロック選出議員を集め、明13日、本参の正午をめどに打ち合わせ会を行う。本部からも茂木幹事長、小渕選対委員長、金子組織運動本部長にご出席いただく予定であり、ご多忙のところ感謝申し上げる。両選挙の必勝に向けて参議院としても全力で取り組んでまいるのでよろしくお願いする。小渕選対委員長からは、熊本県知事選挙が先週3月7日に告示された。我が党が推薦する新人の木村隆候補の必勝を期し、投票日の24日に向けて役員閣議のご支援をよろしくお願い申し上げる。都会政調会長からは、今週の政調審議会は本日10時より開催、各法5件をはじめ閣議決定案件および政府への提言1件の審査を予定、了承した法案と閣議決定案件については速やかに総務会にお諮りしたい。なお党大会前日にあたる16日土曜日に全国政務調査会長会議を開催、岸田総裁にも冒頭ご挨拶を行う。所要2時間を予定しており、運動方針案に盛り込んだ当面の政策等について説明するとともに、その際地方組織からもしっかり意見を聞き、今後の政策活動に生かしてまいりたい。森山総務会長からは、総務会は本日11時より開催する。案件は人事案件並びに党大会にお諮りする党則改正案ほか2件、政府調査会からの法案など6件の審議を予定をしている。金子組織運動本部長からは、令和5年度党員数は109万1075名となった。対前年比 97%、 3万3688名減である。主な減少要因は前回統一選挙も同様であったが、統一地方選挙前年に候補者の公認推薦に伴い党員数が増加し、該当年にその継続が低調となったこと、新人の選挙区支部長の取り組みが十分でないこと、党員の締め切りとなる12月に派閥の政治資金をめぐる問題が表面化し、国民、党員の不信を招いたことなどが挙げられる。今回の派閥の政治資金問題をめぐる問題を受け、政治資金問題をめぐる課題を受け、今年は厳しい状況のでの党員獲得活動と運動となる。しかしながら、各級選挙を勝ち抜いていくためには土台となる組織を強化して続けていくことが何よりも重要。120万党員達成に向け、引き続き粘り強く取り組んでまいるので、役員閣議のご指導のほどよろしくお願い申し上げる。平井候補本部長からは、直近の世論調査結果について報告がありました。役員連絡会の概要は以上であります。質問があればお願いいたします。ありませんか。どうぞ。正しいものを始まります。4月の衆院3補選についてお願いします。長崎3区とですね、東京15区についてはまだその擁立するかどうか含めて調整が続いているというふうに認識しておりますけれども、まあ、間もなく16日に告示まで1ヶ月を迎えるわけですが、そうした中でもまだこの調整が続いているこの現状についてどのようにお願いしますでしょうか。まあ、調整が続いているという、現実は調整が続いているということなんですが、しっかりと方法を選んでいく、またそういったことも含めて、都連、県連と調整を進めていくということであります。先日ですね、幹事長は会見で、うん、確かにその長崎3区60区については客観的に見れば遅れているというふうに、現状述べられておりますが、その点に関しては大根も同じ認識
ていらっしゃるか、まあ、通常どこで候補者を選ぶかっていうのはあると思うんですけれども、やはり厳しい状況の中での選挙となりますので、どういう選択をしたらいいのかということで、しっかりと議論をしているということでご理解いただきたいと思います。どうぞ。北海道新聞の曽根山です、はい、政倫審についてお伺いいたします、はい、参院政倫審は出欠の回答期限が本日決定で、出席者が本日確定する見込みです。野党は32人の出席を求めていますが、全員の出席は難しいのではないかという見方が強くなっているようです。政倫審での出席者が限定的となることについてどうお考えでしょうか。また合わせまして、衆院では下村国庫文科省が出席の意向を示しておりますが、調整が進んでおりません。一部では党幹部による出席の引き止めがあるのではないかとの見方を示す方もいらっしゃいますが、代行は出席すべきとお考えでしょうか。政倫審の仕組みというのは、あくまでも本人からの申し出によって、希望によって、その場に出席をいただくということになっておりますので、まあ、その中で、調整をしていくということになると思います。ただ党幹部の方々もお話をされていると思うんですけれども、ご本人がまずは申し出をしてもらわないことには始まらないと、党の幹部が強制的にまた、党の意向として出てくれという話ではないという仕組みだったということをご理解をいただきたいと思います。どうぞ。新聞の長井です、はい、衆院会参総選挙について伺います、うん、公明党の石井幹事長が秋の可能性が高いと見て定番組に言及しました。この発言や、まあ、解散時期について、代行としての受け止めをお伺いします。よく出る話なんですけども、総理の専権事項だと、担当の方が言われても総理の専権事項だと言われています。どうぞ。あ、テレビ東京の白石君です。党内あと、党としてのですね、処分の時期について伺いたいと思うんですけれども、一部報道では補選の前というような可能性が高まっているというような報道も出ていますが、改めて代表としてですね、この処分の時期についてどのままにというのをお考えでは、まあ、いろんな意見が出ているということを先週の記者会見でも申し上げましたけれども、まあ、その中で手続きはしっかり踏んでいかなければならないということであります。ですから党紀委員会との連携の中でどういう形にしていくのか、そして今の代表でしっかりとした処分ができるのかどうかということもしっかり考えながら、進めていく事案だと思っておりますので、手続きの中流れの中でまた判断をしていくということになると思います。よろしいですか。どうぞ。共同国人の金子俊夫の党員獲得数についてなんですけれども、派閥の精神パーティーの関連があったと思うんですけれども、それに関しては今後、党員獲得を増加に転じるためのメリットがあると考えたら、まあ、信頼回復ですよ。信頼回復というのは、まあ、言葉だけじゃなくて行動も含めてですね、どう信頼を回復していくか。そしてさらにまた今の状況を見ながらどういった政策課題を打ち出していくかということだと思っています。12月に締め切りになるんですけれども、まあ、その時期に重なったということがあって金子組織部本部長の発言になったと思います。新年になって、新年度になって改めて皆さんに説明をしながら理解をいただきながら党員の獲得活動を進めてまいりたい。はい、どうぞ。すみません、自民党政権局の話で、ね、まあ、昨年11月の話ではありますけれども、その近畿ブロックの懇親会の中 で、 です、ね、和歌山県連がその企画した中で、まあ、過激な女性のダンスの演出があったということで、まあ、党大会直前ではありますが、政務局長の辞任に至るという事態になりました。で、まあ、今回この事案をですね、まあ、特に幹事長が先ほどおっしゃったように厳しい状況に党がある中で、こうした事態に至ったことについてどのように昨年の11月のに行われたものであって、であと東北からも2名参加をしておりましたけれども、一切そういったそのイベントがあるということは、出し物があるということは知らずにその場に臨んだということでありました。党全員がですね、全国の党員というか、それぞれの支部連合会も含めて
やはり緊張感を持って臨んでいかなければならないということだと思っておりますし、やはり世の中の感覚をしっかりと受け止めると、どういうことがふさわしいのかふさわしくないのかということも含めて、政治家としての矜持を示していかなくちゃならないと。